ジェネシスは次のイベントを進めるために
必ずプレミアを狙ってくるだろう。プレミアを奪われることも、クエストをクリアされるわけにもいかない。そのために俺はあいつと。あ、ほら、また難しい顔してる。ああ、ごめん。元気がないのですか？もう最近多いんじゃない？そうして悩んでいること。またぴったりしますか？いや、あれは大丈夫だ。ん？どうしたの？なんでもないぞ。なあ、プレミア。ほう。ねえねえ、話は変わるんだけど、みんなでピクニックに行かない？ピクニック？そう、今話をしていてピクニックしようってことになったの。楽しそうだよね。みんなでフィールドに出てお弁当食べて、釣りとかもしたいね。現地調達の料理も外せないと思うんだ。うん。その後は寝転んでお昼寝しよう。あ、寝ちゃったらログアウトしちゃうんだっけ？他にもダンジョンの探検やモンスターの討伐競争など遊びはたくさんありますよ。ああ、楽しそうだな。はーい、みんなでピクニックです。後でリズたちにも知らせておかないと。じゃあ各自の担当もさっき話した通りでいいのかな？各自の担当って？ピクニックをするにあたって準備の担当を決めようって話。みんなにそれぞれ役割を考えてあるんだ。僕とアスナとシノンは料理担当。お、そういえばユウキとシノンはアスナと料理の練習をしていたもんな。うん、あれからも血のにじむような秘密の特訓を重ねて、いろいろなものを開発することに成功したんだよ。なんかその言い方だととても料理の話と思えないな。私はリズたちと一緒に食材探し。伊達に野営はしてないからね。驚くような食材を取ってくるよ。だからといっておぞましい食材を持ってきたりしないよね。ちょっと、別に変なものは取ってこないってば。私が狙ってるのはナフレシアンスネークっていう。絶対に取ってきちゃダメ。え、なんで？私とユイはお店を回ってピクニックに使う道具を集めるんだ。食事を並べるためのお皿やもしもの時の回復ポーションなどですね。へえ、きちんとできそうか？任せて。ユイの面倒は私がきちんと見るから。いや、心配しているのはストレアの方なんだけど。私？変なものとか余計に買い込みそうなイメージが。ひどい。そんなことしないよ。ちゃんとおやつも300コルまでって決まってるし。学校の遠足かよ。大丈夫です、お姉ちゃんも私がストレアの手綱を握りますから。任せたぞ、ゆい。なんか納得いかない。それで俺の担当っていうのも何か決まっていたりするのかな？君はプレミアちゃんと一緒にピクニックの場所探し。お、責任重大だな。そうよ、最高のロケーションを探してきてね。モンスターのいない安全なエリアで、お日様の光がポカポカしてて、景色も綺麗で、花が一面に咲いていて、小鳥がさえずっていて、ウサギやリスたちが私たちの近くまでやってきて。おい、どんどん妄想広げるなって。キリト、一緒に綺麗なところを探しましょう。ああ、頑張ろうな。元気になりましたか？このピクニックの話ってね、実はプレミアちゃんからの提案なの。プレミアが？君が最近ずっと難しい顔をしているから、元気になるための方法だって考えたんだよ。私は社会科見学をさせてもらって楽しい気持ちになりました。で
ですから。元気がない時は社会科見学をすれば、あなたが元気になってくれると考えました。そういうことか。プレミア、ありがとう。おかげで元気になったよ。そうであれば、私も嬉しいです。よし、それじゃあ二人で最高の場所を探しに行こうな。